ということで恒例のホテルに到着しましたのでルームツアーやっていこうと思います。今回は道明ホテルでございます。開いたよいしょ。うっ、お、区切る、まず部屋が区切られてるね。ここに洗面台がありの、おー、いいね。あ、思ってたより綺麗。天井も高い高い。しかも日本用の 110V もある。 HDMI って何つなぐんで、こちらが奥行き結構あります。なるほどね。ってことはここがトイレ&浴室かな。じゃんですね。うん、いいね、綺麗ですね。これ恒例行事なんでね、失礼しまーす。あ、うわふかふかとですね、1時15分なんですけど特別にチェックインをさせてもらいました。ドーミーホテルさん、韓国にはね1箇所しかないのでね、皆さんももし韓国に旅行来るときぜひ泊まってみてください。日本にあるねホテルのやつだから、多分日本人も安心して泊まれるホテルだと思います。ということで、長すぎる髪の毛、本当にねセットが時間かかるので、これを今からセットして、このあといよいよ VT さんとのね商品開発の打ち合わせがまたまたあるので、まあもう何回 VT さんと打ち合わせしてるんだろうっていうぐらいずっとしてますね。そのね商品開発の様子はまた別の動画で載せたいなと思うので、今回のこの動画はどちらかというと韓国ブログですね、 Vlog ですね。たくさん美味しいものを食べて、いろんなところも見てという感じでやっていきたいと思います。主に食べ物かなと思うんですが、じゃあちょっと今から髪をどうにかします。大丈夫です。こんなのなかなかないです。そうだ私もなかなかないです。요거뭔지아시나?근데뭐일본에도있으니까제가이런거면어떻게될까요?뭐그럼아예다되마스고양이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 맥그리하게지나면와감사합니다韓国2日目です。今日は VT の工場の方にですね、第 2.5 試作品かな、昨日第2試作品サンプルをテストさせていただいて、それを早速もう反映したものを出してくれるそうなんですが、工場内でこだわっているんですよっていうのも皆さんにお届けできたらなと思います。ということで、今僕はですねまだ朝の今6時20分とかなんですけど、気持ちいいな、こんな朝早くから散歩することなんてないからさ、ちょっとコンビニで軽く朝ごはん買ってまた戻ります。一応9時にロビー集合で工場の方にね向かいます。できました。ちなみに本日のファッションは、下はバレンティノのシューズですね。デニムはインスタントバンク、 T シャツはちょっと正面に隠れてるんですけど、ケンゾですね。で、バッグはコーチで、カーディガンはちょっとどこのブランドかわかんないです。会社から衣装パクってきました。じゃあ朝ごはん食べます。ということで、ちょっと朝ごはんですね、買ってきたもの、朝からこんな食べれるかなちょっとわかんないんですが、久々に韓国のコンビニだったからいろいろ買ってきちゃいました。じゃん、スープルバーベキュー소고기、あ、불고기キンパですね。炭火バーベキュープルコギキンパ、ここを開けてこのまま食べるんです。こうやって1個ずつ全部途切れてあるのでね。そしてデザートにビヨットですね、がこういう風に2つに分けられて、こっちにフレークがあって、こっちはヨーグルトですね、を買ってきました。そして飲み物はじゃじゃん、 TOP ノッティカラメルエスプレッソラテ、味も濃すぎず甘みも高すぎずなもの、ちょっと甘み高いか甘いかな、
あ、思ってたより甘くない。ちょうどいい。で、キンパ。こういう風に開けて。うん。うん、ふん。そしたら、スタッフが押せば、またこう、ぐーっと出てきます。うん、うん、うん。13回からの眺めもいいですね。ナムサンタオ。うっすら見えてますね。美味しい、これ。これだったら、辛いのが苦手な人でも食べれますね。ちなみに、お値段。2500ウォン、2000数百ウォン、ちょっと忘れちゃいました。で、これが2200ウォンですね。まあ、こんな感じでちょっと朝ごはんを食べて、ちょっとまだ時間かかるのでビュートだけお見せしますね。これを開けますとこんな感じですね。いろんな種類のが入ってる。で、これをこのままカップをこうしてヨーグルトの上に乗っけてヨーグルトに混ぜて食べるんです。今度は、伝統的なまた韓国の料理なんですけど、昨日とはまたちょっと違ったご飯ですね。はい、チャルです。いただきます。いただきます。カンジャンゲジャン。僕の一番好きなポッサン。なんか明太子もあった。これ何？あああああありがとうございます。これいいです。あるあるあるわかる。고객님신라면은약간가마飯です。고기올려드리겠습니다。오니크다와와いただきます。お肉にこの明太子のやつを乗せて食べると色気も出るの。ええ、違うわよ。おいしい。美味しちゃう。幸せ。飲み物けよ。じゃあこの後ね、もうこのたくさんをみんな食べたいと思います。이거는옥천살이라고기가좀낮아요。네그럼기분이가되었으니고기가다소리갈비살갈비살이게요갈비갈비갈비살아까한쪽네네네맞아요아왜먹을까진짜나는이렇게둘이맛있으셔네그때맛있었어요맛있다맛있다맛있어요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 美味しかったです。美味しい美味しい美味しい。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。そうそう、お腹が。満たされてる。めっちゃありますね。先飲んでるとね、胃がバグるから、なんか無限に食べれる。え、逆にですか？うん。お酒飲んだらそうですよね。確かにお酒飲んだらめっちゃ食べる。あ、そうなんだ。このパレまず食べれるし、さらに結構飲んでたらそのお店が食べるラーメン。確かに。明日帰るだけですよね。そうですね。明日帰るだけ。じゃあもう今日は何も考えずに飲みますね。今まで酔っ払ってたっていうか飲みながらゴルフやってました。ジャゲジャさんはまだ食べてなかった。いただきます。うわうめぇ。ジャゲジャ見ちゃった。진짜강의회는뭐지아니까가서놓쳐서드셔보시는분들다와서드셔야돼요。네。うわうまい。でもあんまり食べとこがないのが残念。みーやさんはですね、韓国にこの辺に約5年間住んでたそうです。だからもう本当に庭ですね。この辺はめちゃめちゃおしゃれなところに住んでたんですね。アップジョンロデオまでめっちゃ近い。すごい。これはカフェですか？めっちゃおしゃれ。わあ。ここめっちゃ美味しい。え、美味しいんだここ。お肉が美味しそう。高いですか？ちょっと高いです。ああ。なんかやっぱこの辺高い車多いな。ここ金持ちがやっぱ住んでるとこなんですか？そうです。ああ。家とかもうやばい。え、日本で行ったら
代官山みたいな、もしかしたら港区とか、ね、ここなんかルイ・ヴィトンのポップアップをやっております。ただ多分入れなさそうですね。びっくりした、人間かと思ったらマネキンだった。人かと思うじゃないですか、ね、マネキンです。すごい、いやおしゃれ。地下の1階はカフェ、はい、カフェ。こっちはラウンジ、ラウンジ1階とかやってる、はい、こっちはジェントルモンスター。あ、ジェントル、あー聞いたことある、すげえ。おしゃれ、展示会みたいな感じ。あ、たまにやってるんですね。え、なんかマネキンと写真撮りたい、うん、この髪の長い女性と。マジでそれ浮気だよ。ダメだって。ダメだって。それ撮れるんですね。撮れる、一個一個撮れる、すごい。マジ面白い。ちょっとひげ濃くない？じゃあ下、下行きます。はい、あ、すごいテラスもあるんだ。これ何？ここから新商品が出たんです。何ですかこれは？これは全部こっちのメニューで手作り。え、これ食べ物？え、これ石鹸じゃないの？スモールサイズで言って、わぁ、なにこれ、ちっちゃ。マイクロ、マイクロワッサン、マイクロとクロワッサンかけて、ソールドアウトだ。え、これ1個2500ウォンってことですか？いや、この4個で2500ウォンです。びっくりした。ここはね、黒いクロワッサンが有名なんですか？こっちはこれが一番有名です。あー、はい。ケーキでめちゃくちゃ流行ってるので、はい、こういうデザートが全部やれるね。このサイズなんで、まあ3人で全部食べれると。よかった、よかった。すごい、来ました。うわー、うわールデイク、ルデイクカフェ、ルデイクカフェ。じゃあ飲みましょう。僕はこれですね、この黒ごまの、なんだ、ラテ、黒ごまラテ。うわー、いいですね。うわ、この後ろのボケ感がめっちゃいい。食べ方があるんだ。クロワッサンを1個ずつこうやって食べるんです。へー、面白い。流れるから、映えるから、ちょっとやってみてください。やりたい、やりたい。じゃあカメラに見えるようにこっち側で撮った方がいいか。よげちょ、ちゃっこ。わ、緊張する。ちゃんとうまくできるかな。え、ちゃっこ、うん、よげちゃっこ、よぎ、よぎちゃっこ、うんうんうん、あー、嘘、めんちゃ嘘。え、ちょっと硬すぎる。ちょっと本当に？あ、はい、失敗失敗。ちょっとミヤさんやってみてもらっていいですか？これを、はい、さっきのカフェの4階ですね。タンバリズに来ました。なになにこれ、なんか覚えてる。すごい、反ってるけど、なんなんだ。指、指じゃないか。韓国来れなかったプロダクションチームへのお土産としてこれにしようかなと。7個あるから。ちょうどいい。そう、ちょうど、うん、これにします。はい。僕はあの、即決なんで。これにします。はい。
ということで、韓国でのお仕事は無事に終了しました。で、夜ご飯ということで夜食タイムですね。僕の部屋でうちのマネージャーと、そして皆さんなんて紹介したらいいんだろう、同じ韓国人のマネージメントの人、今すでにだって3人いるのにじゃあマネージャー4人になりました初めて、同じ韓国人のね方が入ったってことで、部屋でペダルをやろうと、ヨギをまた頼んだんですね。で、スマホでとりあえず、eSIM の電話番号を使って、ヨギの会員登録をします。それができたら次この PC ですね、パソコンで、ホテルの住所を打って検索して、そうするとバーって出てくるので、その中から食べたいものを選びます。현장결제もしくは현장カード결제、どちらかを選びます。で、今頼みました。そうすると注文感謝だとこういう風にバーって出てくるんですね。で、そしたらその後にですね、先ほど電話番号で登録したこっちのスマホにメッセージと、そして到着したら電話が来ます。で、その電話をあとは受け取って、ロビーに行って会計をするって感じですね。で、先ほどロビーに行って、会計をしたのがこちらですね。じゃーん、ヨッキトッポッキーとキョチョンチキンですね。なんか韓国で流行ってるんですよね。今流行ってます。この食べの組み合わせが。ヨッキトッポッキーとあのホニコンボっていうちょっと、はいはいはい、甘いチキンがあるんですけど、はい、そのあの組み合わせがめちゃくちゃ今流行ってます。うん、なるほど。ちなみにヨッキトッポッキーはこんなでかいのに19,500ウォンです。チキンは27,000ウォン。あ、でも一応配送料が4,000ウォンなんで、実際は23,000ウォンだから2,300円だから、普通にこのヨッキトッポッキ日本で食べようとしたらもうね、3,000円4,000円とかするし、チキンも多分3,000円4,000円ぐらいするよね。考えたらやっぱ現地で食べるとすごい安いなってことで、あとはみんなでこれを食べて今回の韓国の旅行および Vlog は終了となります。美味しく食べましょう。はいいやキャッチンチキンハニコンボ、うわー皆さんが早速また作ってくれようとしています。もう十分です、インサート撮りましたよかった。すごい、こういう風に混ぜて一口サイズに握るって感じですね。はい、そして형님이주먹밥만들었는데엄청크게만들었잖아요저입이커서제 입에맞게200니까단간のマジでずっとお仕事しかしてない。明日は、朝10時にここを出発します。あ、皿がないのか。あ、これがお皿代わりね。了解です、お願いします。はい、うわ見ちゃったー、うわ見ちゃったー、もう美味しかったー、見ちゃったー、実は見ちゃった간장게장에이어서오늘두번째見ちゃった。おお、침나와。그러게요。이게무슨맛이라고했죠？이게초보맛。초보맛？제일낮은거는제일낮은건착한맛。착한맛。これ2番目ですね。2番目。はい。韓国での2番目でも多分僕は辛いと感じます。おそらくですね。じゃあ2日間お疲れ様でした。이게진지한한국맛이죠？진짜진짜한국맛。진짜한국맛。なっちゃんは僕とみやさんの韓国語は聞き取りはもうなんとなくわかるの？どんな会話してんのかは。本当の韓国の味だって言ってた。そう。じゃあやっぱ聞き取りはある程度できるんだ。はい、すごいね。いただきます。うん。辛いですか？この前会社で食べたあれと同じぐらい。こっちだって下から2番目ですよね。うん、で、日本でこの前食べたのは上から2番目を食べて同じあんなに僕汗かいたのに、それが今これ下から2番目と同じぐらいこれは細かさん食べれないなうん、わあ、맛있다、진짜맛있다、맛있다、これ매울때이거먹었어그러면좋아요うん、너무맛있어울것같아너무맛있어美味しすぎて泣きそうになってますキョチョンチキンを辛い時に一緒に食べるっていうのが流行ってるらしいです。あ、セガボのパサッカサ、パサッカサッカよ。わあ、おいしいよね。僕とミヤさん会話すると日本語と韓国語すごいごちゃごちゃになる。
さっきなんだっけ、なんだっけ、マジで추천。あ、でしたっけ。マジで좋아요。なんだっけ。オリーブ영에서얘기한거。ねえねえ。マジでマジなんとかって言って、うん、マジは日本語でなんとか韓国語で。真っ良かったみたいな。うん、本当にさ、そう。あ、あれでした。真っ普通。あー、真っ普通。あ、真っ普通、うん。そうだった。本当に普通。평범하다응맞지대평범대박이었으니까고마워네네맞지대하얗았다매일매일네お仕事だけして帰るみたいな次はいつ出張になるんですかね他に予定がなければそのまたね次の第3試作品の時に来る感じだよね、うん、でももうすぐ来そうですでもそうだよねあんなにさフィードバック早かったら1日もかかってないじゃん、だってフィードバック、うん、でも再来週になるかもしれない、本当に昨日、今日食べたの伝統的な韓国の料理もすごいいいんだけどやっぱ僕、小さい頃 にもうすぐ日本来ちゃったから韓国では小さい時に食べてた記憶しかないものの、うん、こういうトッポケとかチキンの方がなんかすごい合ってる、うん、じゃあ、降りてあの、あ、俺動画向けに言うと日本語で、うん、子供の頃僕まだギリギリ覚えてるのが、うん、小学校の帰りにペヤンボジおでんパンのポジャマ茶だったんですよ、うん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 、おでん花옛날ってちっちゃまた韓国になってる昔は本当に1個300ウォンとか500ウォンで1個こんな長いおでんを食べれたの、うん、でそこで醤油つけて食べてっていうのがそうなんだけどそれが未だに記憶残ってるのとあと僕がずっと覚えてるのは昔の韓国ってあの小学校の帰り道とかにひよこ売ってるの想像つかないでしょ日本では本当に黄色いあのひよこが本当にひよこ、こんなでっかい箱に、うん、本当3、40匹ずっとピュ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 って売っちゃう、うん、そうそうそうでそれが500ウォンで買えるで僕は小学生の時に500ウォンでこひよこ買って家に持ってってお母さんにぶん殴られた記憶がある、うん、ただ可愛いっつって買って、うん、500ウォンで買って帰ってめちゃくちゃ怒られた多分その時はちょっとあんまりなんか体が良くないひよこを殺すのはあれだから売ってるのよ小学生とかそうあのもう本当に邪気のない子供に汚い大人が振るのよ、うんで買って帰ってすぐ死んじゃったりとかするんだけどすぐ死んじゃうでもたまに一人二人ぐらいは本当に鳥になるのよでそこでなんかおばあさんのなんか家に送ったりとかもするあ一回もそのでかくなるの見たことがなくて、うん、買ったことあります？うん、うん、あるんですか？待ってこれ本当に下から2番目？うん辛くない？やばい僕が最弱だ激辛部部長なのにその時にはチキンを食べてくださいはいそのためですもんね、うん、あ、ベオ辛いあ、やかねいろんどんどん그냥기본으로먹어야돼悔しい悔しいグーの音も出ない何も言い返せない本当に辛いから何も言い返せないこれからの激辛部にやっぱいないかなよかったサブちゃんなのに僕出てこないカレーけどでも僕はね食べ続ける、うん、そうめっちゃ辛いって言いながら、うん、韓国なんて8割辛いよ本当に8割辛いなんでですかねなんでだろうなんで韓国人は辛いのそんなに好きなんですかねしかもあのあれですよね、山椒の辛さじゃなくて、うん、本当にあの唐辛子の辛さが好きですよね、うん、食べれない人もたまにいますよねたまにいるたまにいるですよね小学生の時に、うん、その学校の給食で、うん、キムチ絶対出てくるね韓国って、うん、でそれを水つけてあの落として食べてる友達とかああそう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 、うん、でもそういう人はもうしょうがないよねでも胃が弱いんだろうね食べようでもこれでこんな辛いなら上にあと43つあるんです4段階4段階あと4段階4段階、うん、やばいやばいよねこれはやばそう絶対ダメということでこんな感じでああちょっと待って今僕辛いということでこんな感じで2泊3日の今回の弾丸の韓国 Vlog は終了となりますはい今回ちょっと酔ってなくてごめんなさいね今回はお酒の席はなかったってことでセーフということでまた次の動画でお会いしましょう以上でしたバイバイ